ヤヌシュ3世は、ポーランドのマゾフシェ公国の統治者。マゾフシェピャスト家最後の当主。マゾフシェ公コ,コンラト3世、ルディの次男で、母は、リトアニア大法官ミカロユスラドビライティスの娘アンナ。1518年まで公国では、母アンナによる摂政政治が敷かれ、その後1524年に、アニスタニスワーフが死ぬまで兄の共同統治者であった。 1526年に、ヤヌシュ三世が死ぬと、マゾフシェ公国は、ポーランド王国に併合された。マゾフシェピャスト家の最後の人物たち、左から、スタニスワフ、ヤヌシュ三世、二人の姉アンナ・マゾフシェ公爵夫妻の末息子として1502年の冬に生まれた。翌1503年に、父が死ぬと、ヤヌシュ三世と、兄スタニスワフは、チェルスク地方を相続し、 ポーランド王、アレクサンデルの指示を受けて、マゾフシェ公の地位を継承した。しかし兄弟はまだ幼児、乳児であるため、母親である公爵未亡人、アンナ・ラジビウブナが殺生を務めた。1518年、ヤヌシュ3世とスタニスワフの兄弟は、ポーランド王、ジグムント1世とボーナスフォルツァの結婚式に招かれた。 兄弟は1519年に始まったポーランド、デュートン戦争でも、ポーランド側について戦った。1518年、兄弟は統治者として、振る舞うだけの年齢に達したため、申請を開始したが、広告内の貴族たちは、摂政アンナが権力を息子たちに移譲することに反対した。このためアンナは1522年に亡くなるまで、広告の事実上の統治者であり続けた。 母アンナが死ぬと、公爵兄弟はすぐに酒と女を求める、協力的な生活に勤しむようになった。1524年に、スタニスワフが死ぬまで、兄弟は共同統治を続けた。スタニスワフは1524年に亡くなり、ヤヌシュ三世も2年後の1526年3月9日の夜か10日に死んだ。遺体は、広告の首都アルシャワの西安聖堂に葬られた。 彼の死により、セモビト一世に始まるマゾフシェピャスト家は断絶した。公爵兄弟は暗殺されたのだという噂が広まり、社会不安を巻き起こした。国王寺グムンと一世もこの事態を重く見た、当時の歴史家、マルチン・ビエルスキは、公爵兄弟の死因は、アルコール中毒だろうと考えていた。また別の人々は結核だったと見ている。ヤヌシュ三世の死後もなく、マフシェ国は、 ポーランド王国に併合されたが、マゾフシェの貴族の一部はこれに抵抗した。彼らは、広告の独立を維持しようと試み、広告を公爵兄弟の姉アンナ・マゾビエツカのような、女性の近親者に相続させるべきだと主張した。しかし、ジグムント一世は彼らの要求を拒み、自分を広告の相続人として認めさせた。広告は、ヤギエを王家にとって、重要な財産となった。 広告は1576年まで一定の自治を認められていた。ありがとうございます。